切れてた。マジ？ちょうど？やば。やっほー。で、青汁。でもなんか癖になる。こんばんは。やっほー。どうやってこの長さが伝わる？伝わんないな、切れちゃう。メリーメリークリスマスかな、イーワルさんの。このカラコンいいよね、めっちゃ。気に入ったである感じ。今日めっちゃお菓子買っちゃった。すごい雪だるまみたいになった。お菓子いっぱい買った。もうこれは食べちゃった。お菓子紹介、ベジタブル。これでもう食べちゃった。久しぶりにね、目に入って。でもこれも結構食べちゃった。これ塩いきたい。もう結構食べちゃった。野菜食べてて偉いです。いっぱい食べちゃった。うわー、これ、これ今一袋増量中らしい。あとはこれ、あとはこれと、あとはこれこれ食べよう。やばいね、いっぱい買っちゃった。そこ卒検頑張るためにね、必要だから。なんか酸っぱいもん買おうと思った時に、だからお汁出ちゃう。そう、買いはめる。
ま、晩ご飯は唐揚げとイカリング。お皿の上めっちゃ茶色かって笑った。一人でフフって言ったもん、茶色っつって。青汁だからブラジルではあなたほど美しい人は誰もいません。あなたの顔は完璧です。マジ。ちょっと明日からブラジルに移住するんでよろしくお願いします。ブラジルだったら私橋本環奈さんになれるかな。こんばんは。ブラジル48ってあるの？ないんかい。明日からブラジル行こう。何食べてる？アリエマールだから。こんばんは。眠い。あ、今日めっちゃ眠い。みんなは？私は眠い。みんなは眠い？今日はセントOSを使ってメールサーバーのメールサーバーをなんかやるやつの授業をしました。めんどくさかったです。でも最近ねセントOSのなんコマンドとか割とサラサラできるようになってきて嬉しいです。スードで誰か私の
そう、ポストフィックスやさ。数度で誰か私の卒検をやってくれ、数度誰か卒検やれって。どう、何書いていいか分かんないんだよね。マジで困ってるよ。はい、こんばんは。うまくももちゃんなんじゃないよ。愛ちゃんの服。T シャツの床今週末わかんない、どうなんだろう。リナックスコマンドが分かるキャイドルです。今日は VI とか使いました。パスワード忘れたので困りましたが、テント OS をシンプルモードで立ち上げたらリセットができました。本名、いや、みんな私握手券のやつの本名見てるよ、いつもチラって。ケントだっけ言うやつ。あれなんだっけ、ケンゴ、ケント、あれなんだっけ。あ、合ってた。すごくない、マジすごくない。褒めて褒めて。すごくない？だって自分めっちゃすごいなって今思ってるんだけど。え、すごくない？え、私いつも思うんだけどさ、なんかそのファンの人ってさ、なんかなんて言ったらいい、サブコードみたいな、なんて言ったらいい、ニックネームみたいなの持ってるさ、もう一人の自分みたいなの持ってる人も多いじゃん、多いじゃん、そういう人たちの方が。でさ、そのファンの仲間、あ、そう、ハンドルネームか、なんか
ファンの人たちとかそのメンバーからもそれで覚えられてるわけじゃん。私は想像できないわけ。私リステンアイリって名前じゃない自分名前で自分を呼ばれる想像があんまできなくて、みんななんかすごいなっていつも思う。だってケントとボンゴだよ。全然建築協調性ないじゃん。あれ協調性じゃない、共通性ないじゃんだから笑った気がするんだよね。ケンゴとかにしときなよ。いいな、みんなそのニックネーム経緯話して OK。 名前適当につけたんだ。どうやってそういう頭決まったんだろうって気になっちゃう。分かる。私も欲しいな、そういうの。名前変えたらいいじゃん、覚え直すだけだし。後悔してるぐらいなら絶対変えちゃった方がいいわ。こんばんは。何の話をしているの。ニックネーム AKB 前に使ってない。ないね。あだ名ができたことがあまりないです。あだ名なんだ。私もなんか欲しいな、あらら。友達とかにもアイリちゃん、うん、アイリかアイリちゃんかリッフェン。おじいちゃんっぽいよね、マジで。そんなさ、身近な友達にさ、カワウソに似てるって聞いたら全然似てないって言われるんだけど。めっちゃ言われる。こんばんは。なんか犬っぽさとかは感じるけどみたいな。認識の子はテレビの相撲を見て白鵬はそういう指差しで私だと言ってた子供はねないからね、あれだよね。芸名で活動しますってなったら何。あ、でもこの間飛行機に乗ったら市長の名前さんが床桜さんだったの。かっこいいと思って。床桜夏子とかかっこよくない。床桜、機長は床桜って言ったのね。かっこいいと思って。初めて聞いた名字でさ、床桜さんってめっちゃかっこいいなと思った。なんか私本名が芸名っぽいからな、めちゃめちゃ。
もうサイオンではさ、学園ハンサムしか出てこないわ。ミッセンってかっこいいかな。かっこよくはない気がするけど、どうなんだろう。かっこいい気もするし、かっこよくない気もするリュッセンジさん、いいね、リュッセンジって。まあ、オンリーワンかもあるよね。リッセン・アイリーって名前絶対どこにもいないしね。世界に一人だけな気がするけど、多分。世界に一人だけだよね、多分。そうだよね。不安だ。俺いるのかな、リステンアリさんって。気になるわ。嬉しいよね。何その、あ、女性の名前です。なるほどね、確かに。だってさ、私もアイリって名前はすごくたくさんいる名前だからさ、腰大丈夫、ありがとう。アイリはいっぱいいるわけだからさ。そう、めっちゃ眠い、やばい、眠い。アイリで検索して一番最初に出てくる人誰ですか。鈴木アイリさん。アイリの愛に断りのりでしょ。それだったら鈴木アイリさん、さすがでしょうん、友達の時間が。めっちゃゲームっぽいよね、私の名前。いい名前、嬉しいな。ちょっと怖いからもう一杯青汁飲んどこう。そうだよ、フォーティエイトグループめっちゃアイリさんいるよね。水野さんと中野さん、アイリって名前いっぱいいるけどね。アイに断りの理の人ね、小学校とかあんまりいなかったんだけどね。下の名前も珍しく言いたかったな。サインってさ、名前と登録の人が不明なのか、どうなんだろう、わかんない。私もオンラインお話し会初めてだからさ、何もわかんないんだよね。
黒いです。で、ももちゃんの候補はマリンだったんだよ。リッセンマリン。ももちゃんのサブなんかあの候補になってたやつ。羨ましい。マリンっていいよね。ももちゃんのね、私はずっとアイリになってたんだけど、なんか愛が、私は愛っていう感情を入れたくて、でなんかママのすごい素敵なお友達のなんか人が愛のリを使う名前にあるらしくて、それでアイリになった私は。でももちゃんはマリに説が結構あって、でも結局ももかになった。リュッセンマリンってめっちゃよくない？確かに STU 感あるよね。確かに。でもリッセンマリンってすごくない？やばくない？なんかリッセンマリン私何が良かったかな。リッセンレモンちゃんリッセンリンゴちゃん。私果物の名前にめっちゃ憧れがあるんですよ。果物の名前の女の子めっちゃ可愛いなって前から思うんですよ。りんごちゃんとか可愛くない？いちごちゃんとか。めるる、すごい。ゆらら、みゆる、きらりちゃん、可愛い。でも私の漢字の画数ね、あれだよ、よくないんだよ、字数。私の字数良くないんだ。リッセンみかん、かわいい。リッセンもあれっていうか、リッセン、そう、愛って書く、めっちゃ難しいんですよ、書くの。めっちゃ下手くそになっちゃう、いつも。あ、でも2文字とかも憧れます。ミミちゃんとかネネちゃんとかララちゃんとかルルちゃんとか、なんかそういうのも憧れるな。リリアちゃんって可愛いでね。ミクって可愛いなと思う。ちょっとくどくなってケントくどくなって、うちのミクちゃんはくどくなってケントくどくなってそうだごめんごめん、ここくどいていい場所だったのにごめんね。そう、忘れてたここくどいていいよって言ってたのにごめんね、急に路線変更しようとして。いや、どうぞどうぞここくどいていい場所だった、ごめんごめん、忘れてた、すっかり。
届けなくときな。ビクってされてるよ。怖がられてるよ、ケント。お茶誘ってる。すごい眠いな。いやー、笑えた笑えた、嬉しいわ、笑顔になれて。もろかった。ついに立線婚ね、期待してる。愛ちゃんもついていってあげるよ。式の予定立てようか。ハレルヤーチャンス。失敗したらハレルヤーチャンスさせてあげるね。あ、そうだった、彼氏いるんだった。失恋した記録に1個増やすときな。はあ、面白い。それでは聞いてください。失恋ありがとう。私は失恋したとしたらありがとうなんて言えるような心の広い女じゃない気がする。失恋したらありがとうって思う？いいですよね、振られた後も相手のことを思う。思うや。ざけんな。いいね。じゃあ私、失恋忘れようっていう曲。これ広いよね、本当。秋元さんはそういう心の広い男の男性なんですね。いい人。
にしてんの。確かに。私は1週間で終わらそうとしています。よろしくお願いします。うん、何もできてないよ。でもさ、完成してるもの入力する。うん、全然。どうしたらいいか分かんないです。お話し会とかもあるしラッキーは本当に聞いてほしいのよ。いや、なんかね、私の研究室はいわゆる放置研ってやつなんですよ。でも私バカだから何やったらいいか分かんないからさ。どうしよう。一緒にやろう、一緒に。なんか目次とかだけでもさ、テーマあるけど、その先生がやってくれなきゃできないやつなの。先生がそれを実施してくれなきゃ書けない内容で、終わった。話し会？何の話？何でもいいよ。話したいことあったら言ってくれたらいいし、もし話すことなかったら、なんか黙っといてくれたら話しかける。もう抽選ないってどういうこと？なんか紙とかに話してパッて出してくれたらすぐ話すわ。それが一番早いかも。黙ってるの待ってる時間もったいないから。黙っとくの、ね、了解した。うまいことやりましょうや。時間無駄にしないように。
緊張するな。かわいいって言ってくれるの。そうだよね、話したいことはね、メモっといたら忘れちゃうよね。カラオケ行った時にいざ行くと、あんなに歌う曲あったはずなのに全く何歌ったらいいか分からなくなる現象と一緒だよね。で帰った後に、ああこれ歌いたかったのにって思い出すやつと一緒だよ、マジで。そうめっちゃ後で思い出すよね。あ、なんでこれ歌わなかったんだろう。マイブ服買おうかな。今頃ファイティングの感想忘れたの、忘れた、忘れたけど。うわ、あと何書こうかな。どうしようかな。ジョロン、ジョロンってどうやって書けばいいの。何万文字、わかんない。書いてみよう。まあ私やるときはやる女なんでね。ねえ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 、一回コロナでさ遠隔授業になったじゃん、いろんな学校が。あれって小学校もさ遠隔授業になったか知ってる？知ってる？小学生もだっけ？小学校はないんですよ、ないのか。なるほど、OK。中学校はあったのかな。
まあ、いろいろ場所によって違うのか。難しい。好きな女の子の髪型？なんだろう、何でも好きだけどな。何でも好きだけど、あれが好き、ウェーブ巻き。とりあえずね、あのね、適当に書くんですよ。それで後で全部先生に丸投げする作戦でいこうと思います。とりあえず適当に書きまくって丸投げ作戦。いいね。ゲームは好きですか？好きですよ。バスローブこれ。大学東京やんかは本当に何か何でもさあ、何でもさあ、あそう
女日本の美、君は他の誰なの、圧倒する戦場、みんなの視線集めて君の家まで、これで一回保存して。2.2 保存大事だよね。本当に保存大事だと思う。え、めっちゃさ変だと思う？この黒髪重たいのトンパチだ。昔のプリクラ。あ、本当？4章は来ません。そんなにありません。4章なんて。はい、さよなら。3章で終わらします。
ステがどれぐらい持つ、2ヶ月くらいじゃない、どんな色でも似合いますか、顔が薄いからかな、誰かゴーストライターして、誰かゴーストライターして、ストライトしてかけない、13ページとかでもいいと思う。40ページとかか、なんか途中の20枚ぐらい、なんか謎のお話とか書いとこうかな。謎の物語とか書こうかな。オリジナルの森のクマさんとか書こうかな。ダメかな、バレるかな。何文字とかあるの、わかんない、見てくる。どうなんだろう、途中で私のあれ書こうかな、なんだっけ、あの何書いてるんだろう、どこに書いてるかわかんない。
こに書いてるか分かんない。何ページ書かなくちゃいけなかったか。パッと見書いてないんだけど。誰かに聞いてみよう。今日授業中先生に聞いたら40ページって言ってた。それは 2,3 ページな 2,3 ページじゃいかんよって言ったき、あ、習字なんだけど 2,3 ページはいかんよそれはって言ったき、じゃあ4ページやったらいかんよねって言ったら、へりくつ言うなって言われた。でもやっぱ指示は、指示、その話から読むとさ、指示はないっぽくない？明らかに少ないのはいかんけど、指示はないってことなんじゃないかなって。習字担当教授じゃないよ。辛かったリスンさんの部屋掃除したくそ。お、よろしくお願いします。担当教授はね、もうね、やってくれないの。優しいからいいんだけど、もういいの。とりあえず適当に書いて丸投げするから、絶対に。今から関連の研究のやつを読んで引っ張っていきたいと思います。関連した研究のなんかやつを読んで、アクリルとか見てみたいと思います。大阪市立大学の人の研究所です。いいな、大阪市立大学めっちゃ行きたかったんですよ。私大阪市立か大阪府立にめっちゃ行きたかったんです。あと東京農工大学、高1で諦めました。高1の時は行けるかもって言われてたけど、高2からね、もうね、ダメだったね。本当に勉強しなくなっちゃった。大阪行きたかったんですよ、めっちゃ。
ダメだ。ふみちゃん、お菓子の食べ過ぎがほっぺがやばいです。助けて。銀玉みたい、銀玉みたい。初見です。ありがとう。ブライダルタッチ。ブラインドタッチな。やりたくない。わかんない。無理。こんばんは。書くときに BGM を流します。銀玉かな。銀玉見ながらやろうかなと思って。最近のマイブームなんですよ。お菓子食べて頑張ります。ねえ、これさ、似たこと研究してる人のやつコピペしちゃダメなのかな。で、参考文献に書いてさ。めっちゃコピペしたいんだけど。バレる
るというか前も書いとくの、これコピーしました参考文献に。それか全部言葉尻変えるか。ありがとう。のは初めまして。どうしたらいいんだろう。分からないことって調べるじゃんか。でも調べたらそれを理解するわけじゃんか。どうしたらいいんだろう。さあ、このなんていうの。もろどうしよっかな。ファミリーで同じのライブ分かっていいよ諦めないよ。ずっぷり撮りたいな。彼氏がいたらやばいかも。十字架背負う覚悟がないのならその夢私にくれよ。大きさで分かってんのよなと言わなきゃ。I don't give you みたいになって君の声になりすぎたのに私の方に何に来て吐いたよ。I don't give you こんばんは。私の去る君でもカラオケ行きたいよ。卒論終わったらすること、カラオケに行く。
何の曲、ザックさんのチュープリっていう曲。終わらそう。結論ですよ。めっちゃ寒いですよ、高知も。皆さんも大丈夫ですか？寒さ。私はもう寒すぎて頭がおかしくなりそうでした。今日は本当に。今カラオケ館平日2時間無料。なんだと。行きたい。行きたい。ミントテックいいな。私ミントテックないからな。そう。お互いの姿を見ながらっていうさ、あの言い方、難しい言い方何があると思う？黙認？あれなんていう、認識？お互いの姿を見ながらみたいな。お互いの姿をなんちゃらしながら、その見ながらを難しい言い方にしたいんだけど。お互い見えてるみたいな。お互い見えてる状態みたいな。あ、それ死にいいね。
そういう場合に使えるのがルイボ自身。へえ、いいね。なるほどね。そういうのあんま知らないんだよね、言葉を知らなすぎて。言葉知らなすぎてさ。難しいな。この人こんな頭良さそうなやつかけるんだろう。やっぱすっごい頭良さそうなんだけど、私なんか本当に頭悪そうな文しか書けないんだけど。ボキってちょっと。お、この人すげえ。なんかもうダメな気がしてきた。もうダメな気がしてきたよ私。先生助けて。先生助けてくれ。でもさ、
通にさ、その自分がその研究する内容の手前のことってさ、コピペするしかないじゃん。どうしたらいいの？その自分が研究するしたことをコピペするんじゃなくて、自分が研究する前の今までの研究のことってそのなんていう引用するしかないじゃん。それはどうしたらいいの？そこはコピペでいいの？引用、あ、なるほどね。自分の言葉で説明 OK。 このような先行研究がある。
難しいぜ。マリちゃん尊敬？なんで？好きでない学習でもとかね。保存。画像とかも拾ってきていいんだよね。拾うしかないもんね。その出典は分かってるよ。画像も文章も何々より出典と注釈。注釈っていうのは最後の参考文献じゃなくて、もう図に入れるやつか。どれだ。すごい。これ使いてー。これ使いてー。いいのかな、コピーして。これ完璧じゃん。完璧すぎるよ、本当。
P の方がいいかな。その方がいいのかな。どっちがいいんだろう。それでいいか。最近は映画の見過ぎで奇跡も珍しくなくなったね。心にでもないようでもそろそろ言えるようになったよ。ほら僕は僕から離れてく。真実とはねそれだけで美しいんだと聞いて。完璧。これこの図君と僕とが出会った奇跡を信じれないと奇跡が生んだこの星で起こるすべて奇跡以外ありえないだろう。同じとこに開けたピアス、お前のだけ気に光って見える。俺もいつか輝くかな、お前みたいに世界愛せるかな。俺の心息引き取る音も醜く朽ち果て、あれ間違った、息引き取る音もその最後の一瞬だけでも、お前が見てた世界見ていたいの。もう決めたもん、俺とお前50になっても同じベッドで寝るの。手と手合わせてたら血もつながって一生離れなくなったりして、こんな夢をいつまでも見よう。覚めなければいいってことにしとこう。覚めるから夢と呼ぶんでしょう。って言うなら他に名前つけよう。君と書いて恋と呼んで、僕と書いて愛と呼ぼう。そしたら離れることもないでしょう。いつかそんな歌作るよ。聞きすぎて覚えた二人ごとだね。歌詞覚えてる？めっちゃあやふやだったけど、さっき歌ってみた。覚えてる部分を見つけ出した時の感情が、中学の頃ラッド聞いちゃうよね。あとグリーンさん、私中学の時オレンジ聞いてめっちゃエモくなってた。一人で自転車漕ぎながらオレンジめっちゃ聞いてた。ああ止めらない止めらない、君に聞こえそうで近づけない、どうしようもないくらい君が好きなんだって。チャリこいでた。君が好き、
君が好きって天体観測めっちゃ聞いてたな。オレンジで、私は中学生の時にねスマイレージさんとね私立恵比寿中学さんにハマってたので、なんか中3の時ね恵比寿中3のね未確認中学生 X っていう曲をねひたすら友達の前で歌いながら帰ってた。しかもさ中学校だから中学生じゃんか、嬉しくてさ、ガリ勉中学生、踊るガリ勉中学生とか未確認中学生とか、その中学生ってつくと私じゃんってなってめっちゃ歌ってた。放課後下駄箱録音の私さ、恵比寿のさタピオカ屋さんでさ恵比寿さんのメンバーに会ったことあるんだ。すごい好きだったからびっくりした。本当に恵比寿にいるんだって思った。たまたまだかな。これバタフライエフェクトめっちゃ好き。禁断のカルマめっちゃ好き。善に待ちます我らの神、罪を告白いたします。恋をしてはいけないのに好きな人ができました。罪悪感と高揚感お願いたんでしょう。そうか忘れるように泣いたっても手遅れでしょうか。なぜに恋を制御できぬものにされたのでしょうか。思うようにボカロいいよね。黒髪ロンギーです。すごい長いんだよ。リップ暗いよ。これ黒髪っすからね。ヴィンテージオーシャン。アジアンビューティーできてる。妄想勢好き。
綺麗、ありがとう。これをブックマークしとかないと。リングリストにも追加しとこう。怖いからね。え、全部コピペしてやりたいんだけど。いい、やってみよう一回。ペースト体調いい感じですよ。どうしようか。まあこんなもんかな。そう、ASMR だよ。タイプのこんばんは。AKB にはコピー&ペーストという曲があるのか。え、聞いたことない。 But こんばんは。あ、でもありそうだな。なんかありそうな気もする。丸だった。ゾンビの声できるよ。難しいこれ。
頑張って、優しいな、ゾンビ役できるな。よし、じゃあまあね、そろそろ終わりますかね。ちょっと出現しながらなのにたくさんの人が見てくれて嬉しかったです。どうなっとるんこの声、できる？みんな、みんなはできる？やってみて今みんな。できるか、ち。今みんなすごい声出してたんだね、面白いな。オリバーさん頑張って、ありがとう。キナジーさん、バラちゃんありがとう。アラジンさん可愛い、ありがとう。キリツボさん、トンカチありがとう。ハヤシウチョゴチチョゴさん可愛い、ありがとう。マツちゃんさん、ハタありがとう。カズセンさん、トンカチありがとう。ユユのなユウちゃんさん、HP ちょっとなくなっちゃった人ありがとう。ブナさん、ファイトありがとう。マツちゃんさん、ハートありがとう。ヒデクラさん、ハートありがとう。キノシーさん、バラちゃんありがとう。チャチャ HP ちょっとなくなっちゃった人ありがとう。たくさんありがとう。マツちゃんさん、ハートありがとう。ヘスウチゴジチョウさん、かっこいい、ありがとう。モボロシさん、ハートありがとう。フォーコさん、ハートありがとう。ボンゴさん、バラちゃんありがとう。ヘスウチゴジチョウさん、トートイありがとう。ニシアンさん、ハートありがとう。ヘスウチゴジチョウさん、ハートありがとう。YSA73 さん、ハートありがとうございます。13位羽生馬さんありがとう。12位余裕のないゆうちゃんさんありがとう。11位かずせんさんありがとう。11位ちゃちゃんありがとう。9位きのじいさんありがとう。8位ぼうごさんありがとう。7位ファイナルアウト、朝早く起きれますように間違いがない、ありがとうございます。6位しゅうさんありがとうございます。5位スピナさんありがとうございます。4位まもろしさんありがとうございます。3位ひてくんさんありがとうございます。2位たろいもさんありがとうございます。1位はやしおちごじちごさんありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。早く寝るよ、一応もうちょっと進めてからね。とりあえずお風呂に、なんかね、布団の高橋さんの原稿を読んでたらさ、お風呂は寝る2時間前じゃないといけないっていつもいつも私読んでたのにさ、よく思ったら私絶対お風呂は寝る2時間前にいつも入ってないなってことに気づいたので、とりあえず先にお風呂に入ってくるということをね、していきたいと思います。みんなもね、ご飯とお風呂は寝る2時間前に済ましましょう。布団の高橋さんから教えていただきましたので、皆さんもぜひそうしてみてください。いい眠りをね、するために大切らしいです。じゃあみんな明日も一緒に頑張りましょう。
すみなさーい。バイバーイ。